こんにちは、アバンバイクストア須崎です。今日はですね、朝回しています。はい、ちょっと午後から石川県の方に行こうかなと思ってるので、はい、朝動画を撮って今編集しているところでございます。今日は久しぶりにスティールエラーをご紹介します。このスティールエラーはですね、弊社のオリジナルで作らせていただいてるんですけれども、もう10年以上ずっと作り続けているメイドインジャパンのフレームになっております。で、そちらをカスタムでいろいろとパーツを組み合わせて、コミューターバイクを作りました。クルーザーって言っていいようなシングルスピードのバイクです。で、今までの組み合わせとちょっと違います。そこは新たにこう仲間入りさせた、新しいパーツでアッセンブルした、我々が考える街乗り最強の、カスタムバイク、ご紹介します。はい、いつもご覧いただきありがとうございます。今日はですね、こちらのスティールエラーをご紹介します。スティールエラーと言いますと、いつもはドロップハンドルが入ったりとか、割と攻撃的なブルホーンが入ったりとかっていうところで考えると、だいぶこう見た目もおとなしくて、乗りやすい、形になってるんじゃないかなと思うんですよね。従来のモデルはですね、競輪でオマージュで作ったっていう風な部分ももちろんありながら、シングルスピードに特化させて作りましたので、基本的な考え方の中で言うと、フォークが今まで使っていたフォークと、ちょっと違うフォークのタイプを作りました。で、普通にスレッドの、フォークではあるんですけれども、今までは 28C がマックスしか入らなくて、フォークをもう少し太いものに変えてみたらどうだろうっていうふうに思っていたところもありまして、今回は 33C のリベンデルの 33C だったかな、これはジャック・ブラウンのタイヤが入っています。で、リアも、同じように同じタイヤ、銘柄のタイヤが入ってるんですけれども、このフレームはリアはね、割と余裕で入るんですよ。余裕があって入るんですけど、ただ前がどうしても同じ銘柄のタイヤが入らなかったものですから、やっぱりフォークちょっと作り直した方がいいなっていう風な部分で、もうこういう風な組み方をされる方も非常に今多いものですから。クルーザーとして、お買い物自転車として、ちょっと10キロを気持ちよく乗ろうっていうふうに考えると、こういうふうな形になるのかなっていうことを想定しながら、作ってみました。今までと、フォークのタイプはそんなに大きく変わりませんが、1インチのコラムがついた、クリアランスは 33C 程度が入るようなフォーク、それとスレッドステムで、スレッドステムなんですけれども、今回はブレーキのタイプをセンタープルって言って、オーソドックスな、クラシックなプロポーションを作りたかったので、センタープル、ダイヤコンペのセンタープルを使いました。で、センタープルなので、このセンタープルの引っ張る部分をワイヤー受けが必要になって、このスレッドの、ねじ切り部分に挟み込んで止めてあります。こうすることで、センタープルとしての役割を果たすこともできるようになります。こういうふうなフォークみたいなものをいろいろと、サイズによって、あと乗り味みたいなものも合わせて、カスタムでお作りするっていうふうなことも今始めております。で、大きくこれがね、40C 入れたいとか 50C 入れたいっていうふうになるとジオメトリー狂ってきちゃうので、そこはある程度リアのタイヤに合わせてっていうふうな形で、このぐらいのバランスの方がいいのかなっていうふうな印象です。で、
ハンドルが手前に来てますから、ステムである程度こう前に出してあげたりとか、そういうふうなことも、一つ、まあ、大きな、まあ、形として、はい、ハンドルワイドになってますけれども、ステムでその分奥に出して、クルーザーハンドルとしてお使いになると、ペダリングの時に膝なんかをぶつけづらくなっていいんじゃないかなと思います。サドルはですね、ジルベルソのサドルが入っております。でセットバック量も多く保っているので、まあ、これでもね結構、サドルの位置みたいなものはそうですね、もっともっと本当は下げてもいいような気がするんですよね。でこういう風なクラシックのバイクを組もうとすると、サイズ選びみたいなものはそうですね、股下長がとっても、はい、重要になってきますので、その股下長みたいなものをお測りして、はい、採寸させていただいてお作りするっていうふうなことが割と大切な、はい、採寸要項になってきます。それ以外はですね、まあ、サドルはね本当ペタンってこうあんまりこうシートポスト出さない、シートピラー出さないっていうのが、まあ、こういうふうなクラシックな、そうですね、クルーザーバイクの作り方かなとは思っておりまして、はい、一応まあこんなふうな形になりました。かっこいい、かわいい、かわいいよね、うん、そう思います。はい、でステム目いっぱい長く出して、フォークももっと曲げを強くしてっていうふうなことももちろんできるんですけれども、はい、それはもう乗り味に応じてっていうふうな形になると思いますし、はい、ハンドルみたいなものも、まあ、これは手前に来てるのでどうしてもこう後ろにドカッと座るような形の、ジオメトリーになりやすいんですけれども、例えば、まあ、もう少しハンドルの方にしっかりこう体重をかけようっていうふうに思えば、また違うタイプの、ハンドルみたいなものも、ご用意しておりますので、ぜひそのあたりはいろいろご相談いただければと思います。はい、でスティーレーラーに関しては日本国内で作っておりますので、今だいたい5納期として2、3ヶ月ぐらい頂戴してお作りしております。ホイールも手組みで作っております。 H プラス3と、あとこれは105の、ハブで今回は組ませていただきましたけれども、たまたま105のハブが在庫であったので、はい、ホイールセット組んでっていう風な形でこういう風なバイクを作りました。例えばですけれども、ここに、バスケットを作って、バスケットをオンでお乗りになってもいいと思いますし、リアに、またいつもの感じで、はい、バッグをつけてっていう風な形でもとてもいいと思います。はい、一応まあこんな形で新しい形の、スティーレーラーをご案内させていただきました。写真をまたたくさん撮っておりますので、ぜひそちらをご覧ください。はい、ご覧いただきありがとうございます。今回はこういうふうなコルクのグリップを使いましたけれども、例えばですが、このコルクのグリップを使うときは、
このサドルをね、あのカンビウムみたいなものでもいいと思いますし、逆にレザーのサドルでもっと大ぶりなものを使ったりとかすると、樽型のグリップとかもとても可愛らしいんじゃないかなと思ったりしております。バック類は前にぶら下げ型のものをつけたりとか、あとフォーク、あのキャリアをつけられるような加工でお作りすることももちろんできますので、はい、あのそのあたりはいろいろと拡張性それなりにありますので、フォークいじれると大きいですよね、はい、なので、そのあたりは、ご相談の上お作りしますので、ぜひ皆様ご検討ください、はい、前につけるのが大体そうですね、カタリストとかそういうものでもいいと思うし、いやいやそうじゃなくてもっと大きいあのゼーゲストみたいなやつつけたいんだっていう方はステムの高さをグースネックにして、お作りすることもできます。ただまあ1インチなのでそんなにこうたくさん荷物をねハンドル周りにつけたりとかすると結構たわみが出るんですよね。なのでスピードをがっつり乗せて遠くへ行くっていう風なバイクっていうよりかはどちらかというと、近場をこう1日かけて、はい、ぐるっと回るとかちょこちょこ乗るとかそういう風な場面に適しているバイクなんじゃないでしょうか。いわゆる、まあ、コミューターっていう風な形で今回はお作りしました、はい、じゃあ、ご紹介終わりましたので今日はこんな形で終わろうと思います。スティールエラーの詳細は下記詳細欄の方に、フレームセットのご案内がございます。なので、そちらの方から、いろいろ、まあ、大体予算感としては30万円から35万円程度がスタートというふうになります。組み上げるパーツなんかでもだいぶ変わってきます。メイドインジャパンでこの値段で、スタートできるのはとっても、はい、価値ある価格なんじゃないかなと思っている次第でございます。それでは今日はこんな感じで終わりにします。最後までご覧いただきありがとうございました。